6秒クッキングジャイ。さあ始まりました6秒クッキング。さあ今回は、はい、天丼。天丼いける？まあ、天ぷらは今までやってきたんですけど、まあはい、天丼っていうのを今までやってこなかったということで。あれ、高菜花は良かったみたいな。今回はあの天丼を作っていきたい。今日ちょっといつもと。そうですね、今日はちょっといつものを忘れちゃったのでそのままバージョンです。たまにあるそのままバージョン、たまにあるそのままバージョンです。ひろみさんスタイル。そうです、ひろみさんスタイルで。さあというわけで、はい、ご飯、そして天かす、そして、小麦粉溶いたやつ、はい、天つゆ、これで天丼を作りたいと思います。あ、具材とかじゃなく、まあ天丼ぽいってことですよね。まあ天丼風と言いますか。まあまあまあ、それでも、うん、でも6秒でできたら。いやいや、そうなんですよ。そんな言うそんな言うなあ、びっくりした急に。なんかいや、天丼っていうか、なんかエビあって。いや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 、そうやけどさ、そうやけどさ、キスとかこっち6秒でさ、いやいや頑張ってやってんの。そんな言う、そんな自分でできるって言ってんだからさ、そんな言う勘弁してやマジで。もういい、分かったよ、分かったからもう。そんないい、いやいや、まあ、だ分かったからもういい。これをまあ、まずこの天丼を食べてみてよって。分かった分かった。それでなんか文句言うんやったら OK。 もういいよ、分かった分かったよ、もう早くやれよもうなはい、おいいよ、もう早くやれって。やるだろ今から。早いの分かったよ、先頭早いのやるだろうが。いいよ、分かったよ、めちゃくちゃ早いの、うん、なあ、いけんの6秒。いけますよ、だって材料見る限り。はい、どうすんって思う。これでできたらどうすると思う。やってみ、逆には、やってみ逆に。1、うん、うん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 、このザルがあるんで、2、3、うんうん、で、4、5、6、そうね、うん、いや、そうだと思った、うん、そうだと思う。違うのよ、違うの、違うの、うん、小佐田はちょっと違うの。何？1、え？ご飯、2、うん、3、うん、4、5、6です。え、ちょっと待って、今さね、これでグーってやって、なんか多分落としたんだと思うんだけど、こっちに残ってるやつこいつなの。これこのままなのよ多分。これ何、これどういうこと。え、中に入ってるやつは何ですか。こっちの中なんて入らないよ、だって。え、そうなの。こっちでやるんだから。あ、これはつけてってことね。そう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 、そういうことです、はいはいはい、ちょっといけるかなこれ。あ、油足りないやん。え、これを曲げるっていうの。はい、湯切りスタイル、湯切りスタイルな。うん、ちょっとこれ180に合わせといて。あ、結構これでいけんね、結構ね、うん、え、じゃあもういけるってこと。もういけます。何やってんの。え、ちょっと見てんの、ご飯の様子時間経ってっからね。あ、ほぐしてるわけじゃなくて、うん、ほぐしてるわけじゃない、時間見てる、見てる、うん、いや、その温度合わせるのと一緒よ。よし、来いよ来いよあんまり聞いたことない。よし、来いよ。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6。よっしゃい。終わってます。よっしゃい。よっしゃい、よっしゃい。全然終わってる。終わってる？全然終わってます。言って早く。もう言ってます。とっくに言ってます。本当に？もう全然終わってます。オッケー。いいだろう。いいだろう。
全然終わってます。え、しといてじゃねえよ、ここしといて、ここ今までで一番やってんじゃん、ここめっちゃ普通に、ね、ここカットしといて、ここもう1分以上やってますよ、ちょ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 じゃなくてカットしといて、ここ、ねえ、最悪だよ、おい、うーわ、こっちかよ、うーわー最悪、おい、ゴーは、ゴー、え、6、えいさーしゃーいた、6、うわっしゃー、ひどい、これはやべえ、あーやべえ、過去一だよこれは。これはちょっと問題作だよ、できました、5点、5点、5点です。さあというわけで5点食べていただきたいと思いますけれど、ちょっとその前にちょっと一個悔しいのがありまして、あの天丼のタレを用意しといてくれっていう6秒スタッフに言っといたんですけど、天丼が売ってなかったらしく、自分で作りましたみたいな、サラッサラのなんか天つゆになんか砂糖入れたみたいな感じ、でもちょっとそれはちょっと天丼っぽくないんで、ちょっと自分で作ろうと思っても、もう天つゆと、でちょっとみりんとで砂糖、で出してきたみりんを入れてめちゃめちゃ酸っぱいんですよ、なんでこんな酸っぱなるな、お酢渡してきやがって、でしかも砂糖で作りましたって言ってたのに砂糖なくて、ガムシロップ、ガムシロップしかないんです、だからこうもう、天つゆとガムシロップだけで作ったこれが元々の天つゆが天丼のタレなんですよ、でもまあまあ、あでも比較的まあ、まあそこだけね、そこだけ配慮して、そこ配慮してっていう、でもしょうがない、だってもうイブラヒモビッチだイブラヒモビッチは日本語通じてまだわかんない、そのちょっとじゃあいただきます、はいはいはい、匂いはね、ちょっとここら辺が多分かかってるっていう、イカ天の匂いすんだよ、本当ですか、いただきます、はい、うわ、うわ、そう、うめえどういうなんかねおかきご飯みたいな、あ、うめえ、なんだろうな、天なんやろうな、これお餅、揚げ餅、揚げ餅、生揚げ餅みたいな、あ、生揚げ餅、でも、うめえこれ、うまいこれ、なんだこれ、ちょっと、なんだろうな、ちょっと、おい天かすみたいな、あれだと思うよ、おいしいんかすしたらめっちゃうめえ、あと、ちょっと一個、うわ、なるほどな、なんだろう、あれだ、歌舞伎揚げだ、あーそうだ、歌舞伎揚げだほぼ歌舞伎揚げだ、歌舞伎揚げだこれ、わかるわかる、ちょっとおにぎりしてみるめちゃくちゃ
あ、もうこうなったらもう歌舞伎揚げだマジ歌舞伎揚げだ。このなんだろう、この味もこのタレが絶妙に歌舞伎揚げの味になってんだよね、うん、多分醤油とあれで作ってっから、うん、これはね、でもすごいヘビーだよ。歌舞伎ヘビーだねこれ、うん、めっちゃ吸ってる油だ。もっとちゃんと作ったらすごいいい歌舞伎揚げ。いや、いい歌舞伎揚げもっとちゃんと作ったらって言い出したらもうそりゃそうだよご飯も温めたやつじゃなかったりしたらもっとパラッと。だから温める前のやつに冷やご飯とか、冷やご飯にあれ絡めて、うん、でしっかり火を通して、いやもう一問関係ないや6秒しっかり水を切って、うん、油切ってやれば、うん、歌舞伎揚げができます。どういうことだ、作ってみて。最高ですけど、よいしょ、いやーしゃっしゃっ、うわ気持ちよすぎる。水電源の控え室